はい、こんにちは。前チャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。スターウォーズのプラモデル、ミレニアムファルコン、フォースの覚醒でございます。はい、こちらのですね、ミレニアムファルコンのプラモデルは、ずっとですね、この辺に置いておいて、作ってるってことをね、お気づきになった方いっぱいいらっしゃると思いますけれども、かなり前に作ってしまってまして、塗装もですね、かなり前に施しました。ただですね、こちらの動画でイシン君が言ってた通りですね、ダメージ感ね、出しすぎて黄色くなっちゃったっていう、はい、そんな感じで黄色くなりすぎちゃったんですよ。それでもう一度ですね、ちょっと塗装を施し直しまして、今完成したのがこちらでございますね。どうでしょう、かなり黄色いですよね。どうだろう、カメラの設定で若干黄色さが抑えられちゃってるかな。本当はね、もっと黄色いです、思った以上にね。どうでしょうか。初めてですね、私プラモデルにこういった感じの塗装を施しました。いろんな方のですね、動画を参考にさせていただいてやってったんですけども、最初はですね、墨入れの段階でこちらを使いました。ガンプラ専用の墨入れのペンです。これはもうシャープペンみたいなやつで、もうこういう切れ込みにですね、こうなぞっていくような形でやってったんですけど、これだとね、こうなぞっていく間にこうずれちゃう。で、一応消しゴムで消すことはできるんですけど、ずれちゃって、それを消すのがまためんどくさいんで、次にですね、こちらを購入しました。こちらがですね、墨入れ用の塗料で、こちらがエナメル溶剤ですね。このですね、溶液をこのプラモデルの上に垂らすとですね、この線になぞってふわーっとね、流れていってくれるんですね。だからそれがめちゃくちゃ楽だったので、こちらに切り替えました。で、その後に、はみ出た部分をこのエナメル溶剤で、こすってあげると綺麗に消えたりしましたね。で、表の塗装はですね、すべてアクリル絵の具でやりました。この時点で多分間違ってるでしょうね。アクリル絵の具で多分やるもんじゃなくて、色の感じもわかんなかったので、黄色でね、やっちゃったのがね、そもそもの失敗ですね。こういう部分なんかもですね、黒に塗装はしてみたんですけど、ちょっと中途半端な感が否めないですかね。こういうところとかね、汚れた感じにはしてみたんですけどね。前はこんな感じですね。それでですね、こちらのファルコン号、裏側はですね、全く塗装しておりません。こんな感じです。地の色はかなり白くて、それにですね、この艶消しスプレー、これを振ってですね、マット感をまず最初に出してありますね。この墨入れ塗料を使って墨入れをしていきました。これで良かったのかなと思ってね、これで黄色い塗装とかする必要はなかったなと思ってね、これで良かったんだって、はい。まあ、ちょっとね、今回の初めてプラモデルの塗装やってみたんで、まあ許してください。で、一応ですね、台座にはめて、台座はね、ジャックの台座なので、これでようやくこのタイファイターとのですね、戦闘シーンが再現できるようになったということですね。こうやって飾っとくだけでも結構いいですよね。それで今日はね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけども、 NEX5R のミラーレス一眼で撮影しております。少しでもね、粗を隠すために、ぼかすために、今回はミラーレス一眼で撮影しております。はい、すいません。ではかなり近くまでちょっと寄ってみましょうかね。はい、このような形になってます。どうでしょうか。ちょっと今近くにライトがあるので、かなり明るく映ってしまってるかと思いますけれども、このような感じになっていますね。ちょっとやっぱ甘いよね、塗りが甘いですね。はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデル、ミレニアムファルコンフォースの覚醒でした。でした。でした。でした、でした、でした。はい。ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。こちらのミレニアムファルコンに対してのツッコミコメントたくさんお待ちしております。覚悟はできております。それとですね、マイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい。これからもですね、ちょっとスターウォーズのビークル系やっていきたいなと。で、塗装しててね、楽しかった。うん。もうちょっとね、勉強してちゃんとできるようになりたいなと思いました。とりあえず今回はこの墨入れ、これができるようになったのが発見かな。うん。シンくんはですね、今日は夜遅いのですでに寝ておりますので、私一人で、まあこれでやったらね、ほとんど私一人だったので、
今回は私一人でやらせていただきました。ご了承ください、エシンファンの皆さんね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。